エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年、延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら、自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。ニックネーム、ノージル太郎さんでございますね。はい、読み上げていきたいと思います。お世話になります。先日、継承ディアスポラのメンバー対象セミナーに行ってきました。ちなみにセミナー自体はメンバーは無料でした。 ズーム参加と会場参加を選べたのですが、会場参加を選んだ理由の大半は、生村上を直接見て、どんなオーラを出しているのか体験したかったからですと。生村上を見に行ったんですね。野中太郎さんは。僕はですね、継承24、東京ビッグサイト行きましたね、はい。合宿行きましたね。最前列に座ってね、質問しましたね。はい。 セミナーの内容自体はディアスポラ1ヶ月目の副総復習みたいな感じだったんですけど村上さん自身も周りの継承信者の人たちも言われていましたが年齢が高くなって相当丸くなっていました丸くなったと言ってましたそりゃそうっすよねもう十何年経ちますからね 吉谷さんは継承前世紀の若々しいイケイケの村上さんの直接見てると思いますがどんなオーラや印象を感じましたかちなみに村上海外は年齢層は高いですけどイケイケ感結構高めなので正直僕自身はビジタ,ビジター感というか結構場違い感を正直感じました僕自身はやっぱり吉谷界の最適かなと再認識させていただいた感じです 10月11月もおそらくセミナーあると思うのでどうせならネタ仕入れで回収するんです会場に参加したいと思ってますとなるほどね生でもズームでも両方同時でやったんですねすごい、まあ、前世紀はですねまあ、僕がさっき言った、K「検証24」っていうねま継、あ、承っていうプロモーションがあってそれでまあ12時間で5億4000万ですか なんか上げてそのどうやってそのプロモーションで5億ぐらいたった12時間で、ね、5億円の売り上げ作ったのかみたいなうーんなんかその裏側みたいな、ね、そのマーケティングの方法みたいなやり方みたいなのをまあ継承214でその合宿でね聞きに行ったんですけど。 僕が印象に残ってるのがやっぱ即興でねそのプロモーションまあ当時プロモーションでやってるときね多分ディアスポーラの募集するときの動画も確か白背景でなんか喋ってて僕もちょっと見たんですよそのどんなことやってんのかなみたいなで白背景で昔みたいにこのあの話してたんですけど昔はねもうがっつり一本めちゃなんか40分とか50分で結構長めにがっつり喋ってたんですけど そうで、それを、ん、セミナー会場でですね、そのお客さんの商品をヒアリングして、その場でお客さんの商品のベネフィットとか、それを即興で、その、喋るみたいなことを村上さんがデモンストレーションやってて、それがすげえ印象深かったですね。要はその、プロモーション動画で見てるその話し方。 を目の前で見るみたいなしかも即興で今お客さんからお客さんの商品を聞いてでそれでそのベネフィットとかそういうのを自分でブラッシュアップして即興で話すみたいなそうだからそのなんだそこがすごく印象深かったですねうんあやっぱなんかうんでまあ100人1 0三十30人来てたような気がするんですけどね だからその100人ぐらいの前で即興で話すって結構ちびるじゃないですか <laughs> 何の事前準備もなくその場で聞いたお客さんの商品その場で聞いてその場で言うっていうねうんしかもほとんどその自分の言葉で喋ってましたからその台本見ながら喋るとかじゃなくてもうカメラ目線でもう淡々とこう喋るみたいなことやってたんですげえなっていうそこがすごく印象に残ってますねそこはうーん まあ、あとはやっぱね、僕はあの、村上さんの好きな、その、プロモーション中の、ま、コピーの話なんですけど、野菜盗んでましたみたいなね <laughs>。野菜盗んでましたみたいなのが好きなんですけど、当時野菜盗んでましたみたいな。そう。なんかこれ裏話があるんですけど、ま、村上さんってもともとなんかヤクザだったのかななんかちょっとま、悪かったっ、多いんですよ。 で、その、なんか、なんかすげえ、なんか、ボコボコにリンチしたみたいな、なんかそういうことも昔あるっぽいんですけど、それはやりすぎ、それは書きすぎ、それはやりすぎだから、野菜盗んだにしましょうみたいな裏話がある、する、あるんですけど。<laughs> そ,う <laughs> そう。そう、半殺しにしま、しやしま、しましたとかね、やりすぎだよね、みたいな。そう。野菜盗んだぐらいだったら可愛いじゃないですか。 だからなんかそういうのをなんかミス Mr.X がその裏話でなんかちょっと話してたんですけど。だから継承のプロモーションの裏側でミス Mr.X も結構、ミス Mr.X が書いてたのかななんかまあ裏側で結構もうなんかいろいろとアドバイスしてたっぽいですけど。うん。まあそれは後になんかそのミス Mr.X の音声で僕聞いて、まあそれを知るわけなんですけどね。うん。 まあ、あとはなんかね、村上さんはやっぱね、その正直というか、まあ、僕は村上さんのライティング結構好きで、うん、まあ、村上さんのね、好きな言葉で、コピーライティングっていうのはラブレターだよっていうのがすごく好きで、正直にこう書くっていう、まあ、もちろんね、まあ、マーケティング的にその、なんだろうな、全部バカ正直に書いてたら、売れるのかっていうと、まあ、そうではないんだけども、本質的なところですよね。本質的なところはこうだよと。で こういうテクニックはあるよみたいな話をこうしていく中で、んかその、ちゃんとその大事なところを抑えつつも、テクニカル的なところもしっかりこう、なんかこう教えてくれてたんで、すごく、僕はなんか良かったですけどね。うん。そう。だからやっぱね、名前を下にを今度披露しないといけないですよね。<laughs> そう、僕はノージル太郎さんと一度もお会いしたことないですからね。 場を作らないとね。脳汁セミナーですよね。脳汁セミナー。いや、脳汁セミナーやりますよ、今年。今年は一回ちょっと、ちょっと脳汁セミナー東京で企画しますので。生吉谷をね。生村上には会いに行ってるけど、生吉谷には会ってないと思うんで。生吉谷に会える場を作らないといけないですね。そう やっぱねでもね直接会うとやっぱ全然なんか違いますよ違うななんかやっぱなんか違うとぞんですよね動画で見るのとまあなんか違うなんか違うよねそりゃ生はなんかさオーラというかやっぱそのなんか感じる部分がねなんかこの前僕あの福岡でビーズのセミあのライブか。 人生で初めてライブっていうのをね、あの、行ってきたんですけども、やっぱ全然違いますよね、ライブ感は。なんかまあ、その、音声で聞く、CD 音源で聞くとかね、なんかその、アマゾンミュージックで聞くとか、でもビーズってアマゾンミュージックは配信してんのかなして、あんま、なんかなかったんだけど。まあとりあえずその、ね、YouTube で聞くとか、なんかそれよりかは、全然やっぱ生の方が、 すごくやっぱ臨場感があるというか、全然やっぱ体験価値が全然違うなっていうのはすごく感じたんで、今年ね、やりますんで、広告期待ください。はい。でも今年っつってもね、もうあとね、10月でももう終わるから、11、12、あと2ヶ月早いな。早いっすね。<laughs> うん。まあ、まあの、絶対やりますんで、1回は。も、ま、う、あ、これは決めたんで、脳汁セミナーやるぞって決めたんで、あの日程組みますんで。 11月ですかね。おそらく11月、まあ12月か、うん、11月か12月、まあまあどっちかしかないんですけど、<laughs> もうどっちも後がねっていう話なんですけどね。うん。そう。うん。あとはなんだろうな若々しい時の村上さんね。うーん。 やっぱあ,とあとはやっぱほかのやっぱ情報情報系の人たちに比べると人間味がありましたよ、ね、うんなんかそう,そう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 思い出した思い出したその継承のプロモーション中に村上さんがねピアスつけてたんですよでそのまあこのピアスつけるっていうのはまあ正直これであのなんだ去ってった人もいる けども、これ自分のポリシーというか、まあ、なんでこれピアスつけてるのか、みたいな、そちょっとその具体的な理由、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかそのお客さんを失ってでも、なんか僕はこう、これをちょっとつけたい理由があるんです、みたいな、なんかそういう、そういう話もしてて、うん、なんかその人間味っぽいというか、なんかネットの世界の人たちって、なんかその、なんだろうな人間味を感じづらくないですか まあ僕は結構ちょっとあの違う、ちょっとねちょっと他の人と,ちょっと違うので <laughs>、人間味臭く,くビジネスはやってるんですけど、なんか一般的には加工されてるじゃないですか。僕みたいな動画ほぼ無修正ですみたいな人いないじゃないですか。 ほとんどがテロップ入ってほとんどがなんか加工されて綺麗なきらびやかにこう加工されたりとかまああと女性の方で YouTube やってる人とかもう絶対もうガンガンその化粧したりとかガンガンライトアップしてこうやったりしてるじゃないですか作ってるじゃないですかうんだかもちろんそのプロモーションの中身も作ってはいるんだけどその話している人を生でその ネットの向こう側なんだけど生身のこの人間を感じれたっていうのはやっぱ村上さんはやっぱすごくいいそのプロモーションの中ですごく感じた印象深いなとだからその結局その生も良かったんだけどうん極論言うとネットの村上さんも生の村上さんもあんまり変わらないっていうねうんそうああとそうそうそう せ東京ビッグサイトでその休憩中ね、そう <laughs> そうまあ、僕、タバコその時も普通に吸ってたんですけど、喫煙所にね、村上さんが来て、タバコ吸ってて <laughs> で、まそ村、僕はそ,そこまで村上信者ではないので、全部知らないんですよ。で、その村上信者の人が、あれ、村上さん、タバコやめたんじゃないですかみたいなね、ちょっと吸ってるんですよ、みたいな <laughs>。 なんかそういう、ういうなんかそう,うやり取りしてて、あ、人間みくせえなみたいな。あ、村上さんもやっぱやめられ、タバコやめられなかったみたいなん、ね、で <laughs>。そのね、村上さんの、その、めちゃめちゃ詳しい信者の人はね、多分そのタバコをやめたやめないっていうのは知ってるんでしょうね。僕はそこまでじゃないので、なんかその突っ込んでて、ね、あ、あとそうそう、セミナー、東京ビッグサイトにこう、僕は1時間前ぐらいに入ったんですけども、 1>, そのまあ、1時間前に入ったけども、まあ、いるんですよ何人か、まあね、あの遠くから来てる人も,もちろんいるからねでね、うん、そ,のその信者の人たちがね <laughs> まあそのけいそのプロモーション中村上さんはきっとこういうことが言いたかったんだよと「いや俺はね村上さんこういうことだと思うんだよね」っていういい村上さんについてのいいい「村上さんってどんな人なの?」っていう。 あの、い、糸端会議ですか <laughs> それをしてて、すごいなと思いましたね。<laughs> そう。なんかあの、ああ、すげえなー、みたいなね。もう信者おるぞ、みたいなね <laughs> そう。で、その、いや、僕はこう思う、村上さんこういう人だと思うよ、みたいなね。なんかいろいろ言い合ってて、面白いな、っていう。で、隣に座った人が、 結構ね、村上さん、プロモーション結構、まあ大きく、まあ数も大きくやってたっていうのもあると思うんですけど、隣に座った人が多分ね、なんかね、あの、接骨院だったかななんかその、まあ、自営やってる人だったんですよね、確か。うん。で、その、なんで来たんですかみたいな。そのネットビジネスと、まあ、めちゃめちゃ関係あるかっていうと、関係はあるけどね、そのネット集客の部分とか関係あるだろうけれども、 うんその、なんだ、コンテンツビジネスか情報ビジネスと接骨院って、全然違う、そこの扱ってるコンテンツは違うじゃないですか。なんで来たんですかって聞いたら、やっぱ、村上さんに会いたくてみたいなね <laughs>。すごいなと思いましたね。ああ、村上さんに会いたくて30万、40万払うんだみたいな <laughs>。すげえなーっていう。 まあ僕はね、まあ当時その会社にいたんで会社でその、うん、なんだ、そのマーケティングをね学ぶためにまあ行ってきたっていうところがまあほとんどなんで、まあもちろん僕は個人的な意見としては、まあ村上さんに直接どんな人か見たいなっていうのはあったけども、まあ基本はそのマーケティングをしっかり勉強してくるって話なんで。うん。そう。まああとそうそうそう、最後終わり際に、まあ村上さんと伊勢さんっていう人がね、二人でこうやってたんですけど、 最後ね、一人一人こう握手してね、ありがとうございましたみたいなことやってて、うんな,なんかやっぱ人間味っぽかったですよね。うんそう、そうなんかそのなんですかね、AKB に、そう、なんか AKB の握手会みたいになってましたね、最後。<laughs> なんかみんな、なんか喜んで握手するみたいな、なんかいいような空気感でしたよね。なんかなんか だ、そのプロモーションにハマってる人はもうスーパースターというかね。まあだからそのスーパースターと握手できるみたいな話じゃないですか。でもパイ的に見ると別に AKB のうんアイドルではないわけじゃないですか。世間一般的に言うと誰っていう話なんだけども。ただそのプロモーションにハマってる人たちからするともう AKB より全然すごいみたいな話なわけですよね。うん。だその空気感というかそれを僕はまあ客観的にも見れたし、 内面的にも見れたし、まあ良かったなっていう。その対お客さん、対一人のプロモーションにハマったお客さんの視点だけで見てたわけじゃなく、いろんな視点でもう見れてたので、まあそれは、うん、なんかいろいろ感じる部分はありましたね。良かったなって。うんそう。 ただね、村上さんもね、やっぱ丸くなったと思いますよ。僕は直接会ってないんで、まあね、僕もディアスプロ入ってないですし、まあ、プロモーションの動画ちょっと見ただけなんで、なんかあの、昔と違って、その、イケイケの勢いというかね、その、なんすかね、昔の、丸くはなってますね、完全に <laughs>。完全に丸くはなってると思いますね。うん。でもね、多分、丁寧なのかなとは思いますね。やっぱ、どちらかというと、 うん、まあ、売るときはしっかり売るんだけども、お客さんに寄り添うタイプというかね。うん、どちらかというとね、うん。なんかコンテンツ販売って、まあ、世間一般的に言うと、めちゃめちゃ距離が離れてるというか、ダウンロード販売して終わりみたいなところが結構あるじゃないですか。でもなんか結構近,近いっていう。うん、そういうのはあります。あ,あったかな。うんそう。 はい。ということで、昔の記憶をね、探り探り、ちょっといろいろとお話しさせていただきましたけど、生村上さんですね。会いに行ったみたいなんで、ちょっと脳汁セミナーを開催して、僕は生、生脳汁太郎に会いたいなと思います <laughs> 生脳汁太郎さんの顔、どんな顔なんだろうな。<laughs> ちょっとな、み、多分ね、これは視聴者の方も生脳汁太郎の顔が気になってしゃあないと思うんですよ。いや、僕も気になってしゃあないので、ちょっと生、あの、脳汁セミナーをやって生、生脳汁太郎を目撃して発見してみて話した感想は言いますんで。<laughs> こんな感じでした、みたいな <laughs> はい。ということで。 あのー、以上で終わったらよろしいでしょうか。もうね、結構昔の話なんで、あんまりもう思い出せないかな。そんな感じかな。うん。はい。では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。